はい、皆さんこんにちは、信長の予防、島津さんね、やっていきたいと思いますが、さあどうなってますかね。武田さん頑張ってね。あとは朝倉さんも思ったよりも怒ってるので、でも10月でしょ、82年の10月です。絶対怒らないですよ、本能寺は。さあで、今私の状況は、15,000。ああ、そうかそうか。あれしてるんだね。長宗我部さん。あ、そうかそうか。取りにかかってんだね。こっち18日しかないから、もう無理なので。ただ、5詰め取っとかないといけないんで、もうちょっと彼置いときましょうかというとこですか。はい、権限いただきましょう。権限の許しをかたじけないでは、今なすべきことについてと。お古賀氏の見解を申しましょうぞと、次への目標とするべきは長宗我部家でしょ。現在敵方の兵力約2万に対し、我が方の兵力は約23万でござると。味方はおらず援軍を呼ばれるは心配もござらぬと。本拠の開発も未だ途上にあれば、軍開発の命じてみてはいかがでしょうと。今府内なんですよね、私はね。で、まあちょっと長宗我部はね、長宗我部さんはあの馬が合わないのでっていうところですね。でこれが終わったら次は三好さんかな。で織田家と接することになるんだよね。まあどう動くんだろうね。ちょっとこの辺は様子見ておきましょう。まあ最悪ノブリンも秀吉さんも、秀吉さん多分1600年前に亡くなりますよね。1600年来る前にね、亡くなると思いますので。でもこの分で言ったらノブリンの方が長生きしそうだね、秀吉さんより。ノブリンが亡くなったら多分ね、分裂していく可能性があるんですよ。島津はそれまで引っ張っていけるかなとは思うんで、ただどうなっていくかね。さあ、じゃあ浄化施設やってしまいましょうか。私のとこだね。でももう、もうね、ぶっちゃけ府内館もね、府内館ももうほとんど府内館も親子ごめんでしょ。どちらかというと、こっちかこっちだね。ひそかにここいいんでね、こっちに引っ越す準備しておいた方がいいんじゃないのと私も思ってんですけど、まあだからこことここを重点的にやっていきましょうか。こっちをもう重点的にやっていこう。こんな鉄砲これなんていうものこんなんいらないんですけどね。撤去しちゃいましょう。で、ここは、灌漑水路ですね。ああ、せんちゃんね。はい。喜んでかかりましょうぞ。で、二段詰め所もね、来年、連平所あげたいんでね、灌漑水路、一個しかないのね。ただまあ、あと、極高の、あれが追いついてない気はするんで、掌握ね。さあ行きましたね。で、お、よい土地を見つけましたと。この白地城というものかな、ここを押さえることによっても元山城ブロックできるんで、三好もね、こっちを取っていきたいなと考えてます。45日、45日で落とせるとは思わないな。来てるでしょ、ごつめが。あなたどこ？あなた帰ってんだよね。あ、そうだ。あ、で、これがこうだよね。ここのへさんだね、これね。工藤さんって私、一時呼んでましたけど、マサザネさんでいいのかな。ねえ、おお、なんかすごい人。
まず、あ、九の日か。九の日じゃないんだわ。八の日だから九の日っていくのかなと思ったけど。あ、そう、八の日だから九の日でいいのか。はい。戦える人ですね。はい。はい。で、聖堂建設を行いましょう。木下さん。うん。うちのあれだね、建設部長だね。さあ、じゃあ行きましょうね。これね、白地城を取られると本当非常に良くないので、落としたいんだけど兵が足んないんだよね。あ、薄木、薄木出そうか。薄木出そう。うん、薄木出しちゃおう。うわ、110日かかんの？あー、110日かかっちゃうか。うん、はい、110日かかっちゃうか。そうなっちゃうと、あー、こっちも出そうか。うん、あの占領だけしちゃっておきましょう。うん、これ占領いるのかな。それを考えるとこっから出してもいいのかもね。長宗我部さん、嘘、長宗我部さん裏切ることはないと思うんですけど、うん、そうだね。じゃあ出陣して、もうこっちも狙っていって、あ、兵力支援来ましたね。あ、いや、この場合ね、東洋の方が先だね。東洋1日で終わるん。あら、終わらないわ。30日かかっちゃうね。じゃあ兵力支援先やっちゃおうかな。うん、こっち15日だからね。うん、お願いしますと。さあ、行きましょう。はい、三好家との同盟も2ヶ月切りましたと。いや、やってるでしょ、同盟。親善してるでしょ。あ、こっちやってんのかな。あ、やってんね。はい。あ、やってないわ。まずい。え、まずいけど、あ、100あるからだ、信用が。やっても仕方がないからね、100あったらね。はい、行きましょう。はい、修復が終わりました。はい、3出てきたので投与しましょう。いかがですかな。喜んでかかりましょうぞ。はい、お願いします。で、あとは1使えるから軍開発。あ、軍開発やってないね。うん、はい、さあこれで待ちましょうね。頂上です。はい、修復 OK です。3余って、まあ、2余ったと考えて、うん、なんか商業発展だね。ほんと商業がね、寂しいんでね。はい、いざ始めよう。あと極高も開けたいかな。あ、ここはまだまだ上がんないと思うんですけど、200でしょ。ためのぶさんでも200しか上がんないから。でね、こういう時に限ってね、こういう場所はね、ガバッと上がるんですよね。300とか上がるでしょ。何なんだろうね、こ違いが分かんないんですよね。任されました。毎度毎度言ってますけど、はい、ありがとう。よく土地を見つけたと。はい、流言が成功。はい、で引き抜きやっときましょう。聞いてください。はい、お願いします。で、あ、兵糧まだ持ってんね。うん、うん、で
青銅建設ね。はい、九戸さんね。ひょっとして大官埋めれるのかな。あ、まだだね。あ、まだだね。で今6800か。あ、9000ぐらいまでいったらね、もっとお金かけれるかなと思う。6800じゃちょっと厳しいかな。論功行賞一応覗いておきましょう。はい。ああ、そうだ。赤い人いないかな。あ、いるわ。ああ、この人赤いのか。まあ、武力の人だからね。ああ、これでもあげりゃ大丈夫かな。ああ、7じゃダメなのか。舶来品、8等級。ああ、7等級の、日本刀あげようか。うん。はい。赤かったね。あ、じゃないや。制作でね、これ欲しいんですよね。ここ、まずここと、楽位置はちょっと辛いので、最上圏以上、あ、これも欲しいんだよね。早くなるから。これは入れててもいいかもわかんないな。20% 建設速度が速くなるんで、大きいって言えば大きいんですよね。私特にね、あれ、浄化方針の建設速度が速くなるのか。いや、私が手掛ける建設速度は速くならないんだ。あー、どうなんだろうね。あーってな感じですわ。あ、来たね。じゃあね、もうこの人、引いていいかな。もう18日しかないからね。あ、で、ここも4000まで増えてるわ。兵力いきなり。いきなり増えたね。あー。じゃあね、とりあえず占領だけでもしておきたい。はい。あ、終わったね。よいしょ。なら、浄化施設。あ、ここ浄化方針決めてないわ。愛人でお願いします。しまったね。だから、私が手でやったらダメだけど、浄化方針でやったら 20% さっきのは。ああ、何もやってない。忘れてたんだね。で、ここは、あ、ここは決めてんだね。あね、これで灌漑水路で、やっぱ錬兵場増築しときたいです。で、せんちゃんお願い。任されましたぞ。はい、お願いします。しばらくね、四国を治め、四国もね、この長宗我部さんを落とした後はちょっとしばらく内政だね。三好がどういう動きになるのか。これ多分織田もね、私と組んでるから三好に攻め入らない気もせんでもないんですよね。ああ、また災害行ってんのね。ああ、っていう背景があると思うんですよ。ああ、お、武田これ。あ、頑張ってよ武田さん。あ、武田でかくなってんね。ちょっと待ってね。ああ、おだけが30万超えてんのは辛いな。でも島崎22万まで来ましたからね。で、毛利、武田は13万。武将が少ないね。織田家206人ですよ。島津も145人ですけど、まだまだですね。伊達が133万、あ、3万じゃないわ、3人いますから。いやー、難しいなこれ。ほんと難しいや。じゃあいきましょうね。川之江城は攻めれないんで、でこれ、占領だけでいいんですけど、占領だけに持っていけるかな。あ、占領いけるわ。占領しましょう。で、これ、道じゃないよね。これは、あ、道かな、これ。え、道かい？あ、道だわ。攻撃できるじゃない。じゃあね、あなた、ここまで占領しましょうよ。
うん。先導。あ、超速壁、まだ下あるの？まだ下あったんだね。まあ、こっちも来てるから。あら？あら？こっち誰も来てないの？来てるよね。あ、来てる来てる。あ、ゴズメ出すか。攻略目標。ああ、そうなっちゃうわね。え、続き城から出る？あ、府内館か。ああ、あがた城はちょっといいですね。あ、時間来ちゃった。あ、続き出していいですね。岩尾城はいいですわ。府内館と中村御所はいいでしょう。ここもいいでしょう。うん。うん、で、ちょっとちょっかい出すか。はい、ちょっかい出しておこう。城攻めですか。うん、落ちると思いませんけどね。40何日しかないから。うん、行きましょう。あ、じゃないじゃない、終わらないと。佐田忠正殿を見つけました。あ、いいでしょいいでしょ。え、でもこれ家紋が、あの島津の家紋だけどね。ほう、はい、じゃあね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。